まずはベイスターズの先発佐村、横浜スタジアムのマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしても打ちました。うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。いいプレーが出ました。ファインプレーです。赤星さん、今のプレーいかがですか。いや、今の難しかったと思うんですけど、素晴らしいプレーでしたね。バッターは2番に入っている糸原。まずはワンアウトを取っています。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。ボールになります。ボール先行です。切れていきます。ファウル。落としました。外れます。高めに持ってきました。スリーボールツーストライク。痛烈、セカンドの右抜ける。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そして打席にはマルテが入ります。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。ファウルになります。改めてお聞きします、バッターボックスのマルテ、どういうバッターなんでしょうか。まあ、そうですね、打球は強烈なんで打たれた時のショックは大きいですね。怖いバッターですよ。ああ、そうですか。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。掴んでツーアウトです。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。まあ、まだ気は抜けませんから、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですね。さあ、この場面で打席には4番の大山が入って、このピンチ空振り三振に切って取りました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。そうですね、落ち着いてますよね。2回の表タイガースの攻撃、バッターは5番陽川。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0。初球打ち、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切りました。ファールボールです。打ちました。切れました。ファールボール。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。打席には6番バッター佐藤。佐村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。アウトコースに送っています。スピードボールを持っています。引っ張った、ライン際、フェア、フェアです。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ、先制のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには梅野。ここはエンドランも考えられますよね。さあ、ランナーをどう生かしてくるか。いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。ボール先行です。これで追い込みました。まあ、バッターも手を出してくるカウントですから、高めの後ですから次は低めが有効だと思いますね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。打ちました。高いバウンド、ショート前に来る。宮崎、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。さあ、そしてバッターボックスには中野入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏には先制のランナー。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですね。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、同点です。両投手の立ち上がりをご覧になっていかがですか。いや、もう素晴らしいですよね。まあ、なかなか思うようにバット振らせてもらえませんから。好調な両ピッチャーの投げ合いです。これはバットが泳ぎます。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。2ストライクです。痛烈、切りました。ファウルボールです。5球目は何で来るか。ボールになります。
見逃し三振。まず一つアウトを取りました。打順はトップに帰って近本。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。はい、そうですね。佐村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。取った。一塁送球します。ワンアウトランナー一塁です。さあ、一塁に先制のランナーを許しています。バッターは糸原。ここはエンドランも警戒しておきたいですよね。さあ、仕掛けてくるでしょうか。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。引っ張った。ファーストゴロ。セカンド取った。ツーアウトになりました。さあ、ベイスターズ先制のピンチです。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。そうですよね。まあ、そしてこのバッターは強引に引っ張れる力がありますから、慎重に攻めたいですね。はい。さあ、ここはしっかり抑えたいところ。落ちるボールです。打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。まあ、ここは自信のある球をボール気味にね。インサイド落ちました。センターに抜けました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1対0。序盤から先手を取られています。ここで先制点を奪われてしまいました。そうですね。こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。タイムリーで先制点を奪われています。バッターボックスは4番大山。ベイスターズ先制点を許す形となっています。小宮山さん、初球打ち、桑原が掴んで3アウトで手に入っています。タイガースの攻撃。バッターボックスは5番陽川。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ベイスターズ同点で迎える4回です。これもファウル。ボールですか。はい。変化球わずかに外れてボール。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。マキ抑えてワンアウト。6番バッター佐藤。まあ、ここはさっき打たれたカーブの使い方には注意したいですね。なるほど。この打席のポイントになりそうですね。キレがありますね。確かにキレがいいように感じますね。打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。厳しいコースはついていったんですけどね。さあ、勝ち越しのランナーを一塁に背負います。バッターボックスには梅野。ここはエンドランも考えられますよね。さあ、ランナーをどう生かしてくるか。打ちました。ショート取った。セカンド送球アウト。ここは二塁をアウトにしています。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。ランナー背負って苦しい場面だったんですけど、よく踏ん張りましたね。